カープ今。こんばんは。こんばんは、こんばんは。負けてるか、1点差で負けてるのか。家に、家じゃない、ホテルに帰ってきました。今日は一人部屋、寂しい。ちょっと暗い、暗い。なんか何かでもしかもこの部屋すごい。100均ちゃんと行きました。でも欲しいものなかった、あの本当に欲しいものなかったんです。暗さは大丈夫そう。こんばんは。あ、そんなことない、よかった。大人ブルー、分かってる、欲しいでしょ、なんだ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 。歌詞がちょっと分かんない。ん？社長の家のクラスじゃないや。今日あかりんさんに会えました。どうしよう、今のいい写真、送りたい写真がない。今日は社長、今横浜にいます。こんばんは。そう、須田のあかりんさんに会えてさ、こんばんは。ダースあかりんさんに会えてめっちゃ嬉しかった。どんな話したん？今日は目がパッチリしとる、めっちゃ目がパッチリしとるって言われて。いや、こっちも言わせてもらうけど、あかりんさんもそうよ。お互いすっぴんでし、ほぼすっぴんでしか会ったことないので。そんなことはないんだけどね。こんばんは。なんかエアコンガンガンなんだけど。今メール送るね。感動の再会がそれですよ。おとといもさ、名古屋、あ、おととい連絡取ったんよ、ちょうどあかりんさんと。でさ、おとといちょうどさ、あのスイッチ、スイッチ名古屋のテレビに出た時に、それの何あれ、あ、そこのスタッフさんがあかりんさんに連絡したみたいで、 STU のお母ちゃんが来たよって。で、あかりんさんの話をちょうどしたきで、あかりんさんに連絡をしてくださって、スタッフさんが。そしたら、そう、水曜日に出とるらしくて、名古屋の番組の東海テレビの。で、そう、優しいあかりんさんの方からまた連絡が来て、スイッチ出たんじゃねって、スタッフさんから連絡が来たよって。こんばんは。スイッチが出た。で、まさか会えるとはさ、アットジャムで会えると思わんかったけさ、めっちゃ嬉しかった。キャー
りんさんだ。なんか今日はずーんとしちゃう。マサイ楽しかった。ジャンプいっぱい。ムーディーな。ムーディーな。こんばんは。いや、そう、ここがさ、暑くてさ、入った時びっくりした。炭酸水飲もうかな。炭酸水を買いました。王様になった気分。ちょっと今日朝さ、あのもうさ、間に合うか間に合わんかでさ、出てさ、家をね、逆にお昼だったらこうゆっくりしちゃって、マネージャーさんに3分遅れますって言ったら、もうなんかバスの人が結構早い運転の人で、思ったより早く着いて、いや1分遅れそうですって言ったら、あの STU 的にはあの59秒で、例えば朝の8時集合だったら8時0分59秒に来たら、まあ、セーフなんですよ。こんばんは。なんかあのお昼だったんだけどさ、家出るとき焦りすぎてさ、シャツをさ、服のシャツをさ、 T シャツに入れずに、しわかるでけ、 T シャツがあるじゃん、この T シャツがあるじゃん、これ T シャツから今もちょっと出てるんやけど、ちょろっとだけこうシャツが全部出て外を歩いとって、なんかいやすごい視線を感じるなと思った。そうこうシャツの下から T シャツが全部出て歩いとって、でもそこほんとにもう見た時に漫画みたいな、えっみたいな、こういう行動を取りました。一人でなんかめっちゃ見られるな、えめっちゃ恥ずかしかった。ちょっと今シャツが謎に出てるので、さっきまで出とったんかな。もう一回ちゃんと入れてきますね。こんばんは。いや最近のおしゃれじゃないよ。良い子は真似をしないでください。走って今日もさ、でもその遅刻しそうだったけど、あのギリギリちゃんと新幹線にも乗れて、であのコンビニに行って、新幹線乗る時もこの炭酸をね、炭酸水をレモン炭酸水を買って乗ったんですよ。そしたら、いつもはエスカレーターを使うのに、エスカレーターを使うのに、今日は階段で登って新幹線に行ったい。新幹線のホームに行く階段って結構あるじゃん。結構あるところを登って行ったい。そしたら、炭酸が結構触れて、揺れて、新幹線で開けた時にプシャッ、あのありがたいことに隣の人はいなくて、あ、甘くないけさ、ベタベタするわけでもなく、ただめっちゃ減ったんよ、もうこれぐらい。それがほんまに悲しかった。もったいなかった、お金が。そう、甘味料、そう、もったいないばあさんだった。もう心の中のもったいないばあさんが黙ってなかった。炭酸がもうスプラッシュしてしまった。プシャーってなった瞬間、ブ
どうしたらいいか分からなかったっけ、全部さこうプシャッとなった瞬間こう口でさ受け止めようとしたらさ口口に口じゃダメだった。いや話のネタが増えたらよしじゃない。コーヒー飲んだらコーヒーありますよ、うん、ちょうどコーヒーも買ったんですよね。でも今飲んだら夜寝れなくなっちゃうかな。そんなタイムリーなコメントが来ると思わんかったよ。今飲んじゃいけん感じがする。醤油みたいに見えんやん。ラベルは外す。メタバーストークのサインが来たい。いや、めんつゆじゃない。今まさに飲んでる。冷蔵庫で冷やしてこう。今日は横浜アリーナアットジャムで立ちました。めっちゃ緊張した。こんばんは。めっちゃ緊張したんやけど、緊張しすぎて本番終わってなんか怖くなって涙出た。不安すぎてめっちゃ緊張しました。広くて、ああ、みちから慰められた。ついて写真もあんまり撮れんくて、今日時間がなくてずっとバタバタしとって、いや、離れしてない、離れしてない。で、写真撮みちが終わった後もあの話を聞いてくれまして、一緒に写真を撮ったので、写真撮ったのがみちだけだったし、載せました、ツイッターに。須田さんと久々に会った。そうよ、会ったよ。始まる前にびっくりした。レモンみたいな衣装着てるって言われた。こんばんは。こんばんは。え、あかりんさんと写真どこにある？あ、サラピがごちゃ仲間のサラピがあげてくれたのか。どこにある？あ、あったーね、ごちゃでお世話になってるあかりんさんにお会いできまして、これからもよろしくお願いします。ハッシュタグ ST48 ハッシュタグ須田あかりさんってな、あかりさんが ST48 の人みたいやん。いや、ごちゃとか、ハッシュタグごちゃ15。
コメントした。あ、コメントパクったみたいになっちゃった。こんなとこで会えるとは思わんかったき、嬉しかったですね。センターステージ、センターステージまで行きました。花道があるステージってさ、なんかなかなかないよね。花道走った、駆け抜けました。お、ギフトありがとう。ギフトくれて、チップつか、金杯竹の地、バタフライモンキーもっくん、みそかつソニックコニョ、水鉄なるスバル、トムトムタムタム、ギブ PH ゾウ、エツふとし、クーケークワトロガチャ専門、バオバブ、アサガ、おてもちゃん、癒し系、ありがとう。花道駆け抜けるの、もうすごい、もうアリーナーじゃないですけど、浜口あゆみさんになった気分ではないですけど、別にそういう気分になりました。いやー、終わった後もうなんか、あのステージに立ったんだ。緊張しました、マジで。ほんまに何年経ってもまだまだだなと思うばかりなんで。こんばんは。衣装 STU らしくてよかった、ほんまに。なお、ひでさん、コーマ、キブ PH、 副将軍、ありがとう。めちゃ広かった。なんか急にさ、画面が暗くなったり明るくなったりするんだけど、これどうして？こんにちは。めっちゃ広そう。画面の明るさセンサーが壊れてる。うん、多分なんか黒い服着とるけえさ、暗くなったり明るくなったり。あ、ナッシー、ギフトありがとう。なんでなんじゃろ。昨日はスマホがめっちゃ熱くなった、すぐ充電切れた。綺麗に映ってる、よかった。今日はあんまり寝れんくなっちゃいけんけ、ちゃんと。あっと、じゃあお疲れ様でした、ありがとうございました。今日は暗闇、一瞬のスリル、ペダルとチャリンと来た道と、夢力と息をする心でした。お、つかスチュアート、ありがとうございます。ギフト、一瞬のせる、配信で見てありがとう。配信もめっちゃ結構高画質じゃなかった？映ったかな、私見えました？ゆうゆうゆうさんもありがとうございます、ギフト。こんばんは。ナスターゲート、ありがとう。配信切れちゃった？チョコレートフォンデュ、
食べました。一個だけ、でも夜だったっけ、一個だけシュークリームの、ミニシュークリームの高画質の、いやめっちゃ高画質だったよ。ちょっとエゴサしました、どんな感じだったかなと。フォンデュした、フォンデュ一個で我慢ですよ。もう美味しすぎて止まらなそうになったけどね。美味しそう。この炭酸をまだ呆れてない。明日に取っておくか。なんか明日の朝バタバタしそうで忘れそうなんよね。右から何かが来てる。え、どういうことな？さっきからさ、右から左に流すタイプですかとか、何、右から何が来てんの？こんばんは。いろいろ受け流して、何よ、どういうこと？え、どういうこと？みんなにしか見えない、なんか何？右からムーディー勝山、いや、わかんない。僕はそれを、ムーディー勝山、あ、違う、勝山さん、いや、わからん。見たらわかるんかね。あ、ムーディーっていうテロップにね、ムーディー勝山さん知らん、あ、勝山さん知らん。いや、どうしても勝山さんになるんやけど、頭の中で変換されてしまう。チャンチャラチャッチャカチャ、え、なになに、ムーディーのネタ知らんのに、え、ちょっと待って、わかるんかな、え、今のすっとぼけを公園でやると変な空気になる。え、どういうこと？ミュージックスタート。え、なに、ジェネレーションギャップ感じんで、みんな、フーディー勝山43、年齢までやめて。ちょっと待って、一旦待って、アナから LINE 来たでしょ。大丈夫。こんばんは。右から左へ流す。この話を右から左へ流した方がよかった。右からなんか来てるって、ね、怖かったよマジ。右から何が来てるのかな。同点マジ。8回裏に広島のチャンス来てるもん。ガチかー。小林選手すげえ、入団14年とか言ってたかな最近テレビ、違ったかな、あ、それは嘘か。それは嘘、入団10、え、何歳から堂林選手って言うんだよ。
最近ね、私香水の水を飲んだんですよ。昨日香水を飲んで、これ香水かな、もしかして違うか、香水か、君違うかな、香水あのドルガバの方じゃなくてこれです、水の香水を、固い水、いや分からんな、香水いける、いやもう香水を飲もうとしたら一口がこんなになる、いやドルガバの香水の方じゃなくて固い水の、いやそうだって。お、大豆の切り札、松山登場、アンパンマン、てて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 、て最近の登場曲アンパンマンじゃなくなったの、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す、ミネラル多めの香水、香水のせいだよ、君を求めてないけど、広島盛り上げ、そうよね、いや、いい試合しとる、ほんまに最近カープ、昨日も中継あってほしかったな、ここにいられると思い出す、こんばんは、こんにちは、接戦多いし、阪神も負けんし、今日負けたんか、阪神、今日確か阪神負けてるんですよね、え、負けてるかな、デイン負けた、父さん負けた瞬間父さんから連絡来たけん、多分負けとる、メンバーだと誰の香水が好き、うーん、匂い、誰の匂いが好き、こんにちは、ヤクルトファンです、あっ負けられない戦いが、誰の匂い、香水か、香水か分からんけど、私石鹸みたいな匂いが好きだよね、石鹸とかちょっとお風呂上がりみたいな匂いが好きだよ、サボン系の、そう、石鹸、昔はね、もっとね、なんかちょっと大人っぽいさ、大人っぽい匂いに憧れを持っとったんよ、ちょっとおしゃんな匂い、高級のおしゃんな匂い、あー、スリアートン、セボン、いや、サボン、こういうシャネルの5番、いや、その匂いが分からんけど、スパイスな感じ、え、ちょっと待って、それが分からん、何、ドルガバの匂いさえも分からんけど、二人サボン、いや、二人セゾンみたいに言っとるけど、あの、例えばディオールの香水とか知らんけど、ディオールの香水がパッと、え、だ、どういうのが大人っぽいかな、分からん、シャネルの5番は寝巻き、ちょっと大人っぽいなんか匂いに憧れた、憧れてそういうおしゃれな匂いが好きだったけど、おしゃれな憧れとっただけだけど、好きかどうか置いといて、強い匂い、自然なサボンのあ
私は柔軟剤のなんかいい匂いがする、香水なか香水を感じんけどいい匂いがするみたいな。ググったらのど自慢ここはいなかったんやな。そう、今回は岡山でありまして、ココアは無臭でもなんか急にね頭の匂い嗅がれたりしたりするんよ STU のメンバーは。マイキューとかマイとかミチとか、いや急にどんな香りがするんでしょうね。私からいや私の握手会来た方、握手会の時は香水つけとったよ子供ながら。いやなんかみんながつけとるの見て、え私もつけたいと思って買ってもらったもん。お風呂上がりの匂いがするかな。ココアはカープの匂いがする。いやでもなんかライブの時に匂いをつけるメンバーもたくさんおるんよ。マイとか、オキちゃんとかミチュ、時々ミチュに私も香水振ってって言ったり、あのオキちゃんは何も言わずに自分にシャ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 ってえってなるけど、昔からね、なあちゃんもライブ始まる前に私が隣におったらシャ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 って自分もうなあちゃんもう香水をかけられてたので、みちは私もやってって言わんとやらんけど、オキとかはマジで無言で急にシュッってこうなんか雑にかけてくる。牛乳石鹸、ちょっと待って待って、どんなイメージ。みよまるにあった感想、みよまるにあった感想ですか。もうそれはもう幸せでした。みよまるはギャルでした。心からコカはミルクの香りがすると思ってた。え、どういうこと。赤ちゃんみたいな、赤ちゃんってなんかミルクの匂いですね。ミルクの匂いか分からんけど、赤ちゃんって頭からミルクの匂いですね、マジで。え、これ私妹がおったけ分かれんよ。妹が赤ちゃんの頃をあの物心ついた大人だったっけ、大人ではないけど小学生中学生だったっけ分かれんよ。めっちゃ匂い、頭の匂いとかマジで赤ちゃんの匂いってなんかそう、ミルクみたいな匂いするんよ、ほんまに。飲んどるけんね、そう、それが主食じゃけんさ。そっかよー、まあ、どうで延長かな、今日の試合。他はどんな香りが好きなの。え、石鹸みたいな匂いが好きなの。最近はハマってるのは脳みそ。私はどんな香りなんだろうね今。うん、自分じゃ分からんし、自分が好きな匂い。明日の T シャツを描きました。
これ私の匂いじゃない、誰の匂いだろう。ココアは太陽の香りじゃろ。え、ちょっと待って、太陽の香りっていうね香水があるんよ。ほんまに最近香水屋さんに行ったらさ、パッと立ち止まって見てしまうんよ。いやマジこれ誰の匂いじゃろ。ねね、画面に頭フリフリ。シャンプーじゃないリンスの好きな匂いはあのヨウヨウみたいな感じの、なんだ紫のやつ使ってるよ。リンスコンディショナー、その前はイチカミだったけど、匂い嗅いで、あボディーソープはナイーブ、マジでナイーブ使ってる。何だったかな、紫のパッケージの、ちょっと待って調べる気にしないで、違うこれじゃないな、ない。でも人気ないよね。多分普通に。夜だ。いやコメントの方が早かった。夜っていうやつ。夜。でもシャンプーは違うんよね。こんばんは。次は違うやつ使う、またシャンプーこれっていうあれがなくてさシャンプーさ、ま、シャンプーとかリンスとかマジでこだわりがなくてさ、あの毎回違うやつ使っとるんよ。そうで、なんかこの前あおきちゃんに、もう結構前だけど、おきちゃんがなんか髪の毛がどうしてもまとまらんしパサパサだし、コカワさんマジで何のシャンプーと使ってるんですか、リンスとか使ってるんですか、定期的に美容院とか行ってるからとか言われたけど、ほんまに何にも髪の毛には何にも気を使ってないんけ、ホテルの髪の毛でもホテルのシャンプーでも全然